今度は光秀殿と戦と聞きました。どうして人は。先日藤吉郎殿が光り輝く美しい石を送ってくださいました。願いが叶う石だとか。ですがこの石を見ると胸騒ぎがして、望みに身を任せるのは何とも薄気味悪くて。争いは終わらない。